いや、それで今柴さんは現在、現在の活動についてお聞きしたいんですけど、ぜひぜひ、はい、その海外を経験して現在何をされてるんですか？現在は最初にも少し話しましたけど、南葛 SC というクラブでプレーをしながら、で例えば、解説やらせてもらったりですとか、あと、サッカースクールだったりクリニックとか、それで指導をさせてもらったりとか、いろんなところで話をさせてもらったりとか。子供たちに触れることは多いんですか？たまにありますね。子供たちに教えてもらったりとか、小学生の子供たちにサッカーを教えてさせてもらったりとか。柴さんの中で教える時に一番気をつけていることって何ですか？その年代別とかではなく、その哲学として、はい、その指導するにあたって気をつけていることって何ですか？あ、聞きたい。そうですね、一つはその目線をこう同じにするって言いますか、その本当にその子供がどういうことを考えてて、そのプレーをしたのかなっていうのを考えるようにしてますね。こっちがこうじゃないといけないっていう感じで押し付けるような感じにならないようにしてます。なんか自分がイメージしてないもしかしたらイメージもあるかもしれないし、子供たちがどういうことを考えてて決めたのかっていうのをこうなるべくこうそんなことを話してもらえるように問いかけることを増やしてますよね。それは子供にとってはね、説明ができるっていうのは大きいですよね。大きいですよね。だいたい頭ごなしになんかね、スポーツの世界では、だいたいとは言わないですけどね、そういうのが多い中で、でも今ちょっとずつ変わってきてるのかなって思うのが、柴さんみたいなそういう指導者が増えてきてくれてるのかなっていう希望はあるんですけどね、本当に今柴さん言ったようにダメだって言っちゃうと、そこで子供の可能性というか創造性ストップしちゃいますからね。それはなんかやめてほしいなっていうか、日本にもね、日向小次郎というすごいエースストライカーがいるんで、もう伸び伸びやってくんないかなっていうそんな選手。漫画の世界。いやもう本当だって世界に通じるのはキャプテン翼だからね。まあそうだよね。そういう自由な発想を持ったプレーがね、伸び伸びね、そう出てほしいなっていう部分では、ね、ちょっと柴さん、J リーグの監督とか考えたことないですか？あんまりないですね。なんでかって言いますと、逆の立場で選手の立場、いろんな監督さんと一緒にやらせてもらったじゃないですか。で本当に改めていつも思うんですけど、監督って、ね、本当に大変だなと思って。いや、いろんな選手がいるじゃないですか。いますね。まあ、個性の強いやつらしかいないと思います、はい、特にプロの世界になるとより個性もこう、ね、際立ってくるじゃないですか。強いチームになればなるほど際立ちますもんね。で本当に孤独な職業だなと思うんですよね。やっぱこうなかなかね、相談ができたりもしなかったりとか、だから海外でよくセットで動きますけど、監督、コーチとかが、そうですね、でもまあ確かにそうだろうなって、そういう、こう信頼を受ける人と一緒に動くっていうのは、確かに理にかなってるなと思いますね。なんかそういう意味では、本当に大変な職業だと思いますし、相当な情熱とか覚悟がないと、できないことだなと思ってるんで、だからそこを、それまでの情熱覚悟を自分が、じゃあ今あるかって言ったら、やっぱりいろんな監督さんやっぱり見てて、やっぱりすごいなと思うんで、まだまだだなというのは思います。なるほど。ああ、そういうことですね。でも今現役として選手もやられていて、ここからの柴さんの夢とかあるんですか？そうですね、自分がこう、特に海外って思ったんですけど、自分がプレーしてるのも、ここまでこう生きてこられたのも、いろんな人の助けを得てきたなっていうのをすごい肌で実感したんですよね。やっぱこう、日本でも視聴者の方で言われてましたけど、なかなかこう本質的に理解できなかった部分もあって、でも海外とかに行ってやっぱサッカーしたくてもできない子供たちがいたりとか、実際、ね、それってサッカースクールを自分ができたのもあったわけじゃないですか。あったのも誰かが作ってくれたわけだし、じゃあ例えば机とか椅子とか食べ物もそうですけど、そういうのも誰かが作ってくれたわけだし、それをこう使って生活してでプレーできてきたわけだなと思って、そういうのが当たり前のようにあったものがない環境に行って、そうじゃない人たちもやっぱり見てくると本当に恵まれたなっていうのは実感して、だからそういうようなことをこう、ね、今後次世代につないでいきたいなっていうのもありますし、あとはやっぱそういう自分がよりそうやって恩恵を受けたことに対して恩返しをしていきたいなっていう気持ちは強いです。例えばサッカー、サッカーは特にもう、ね、たくさんのものを、ね、
られてさせてもらったりとか、うん、成長させてもらったんで、まあ、サッカーだったりとか、うん、あとまあ日本の国だったりとか、海外行ったら日本のパスポートってねすごい便利だったりするじゃないですか。そうですね、いろんなところにこう、ね、パスポートビザ出してみたりとか、まあ、そういうようなところでより恩恵を受けていくところに対しての恩返しをしていきたいなという、そういう気持ちが強いですね。じゃあもう本当に今聞いてて思うのが、芝さんにしかできないことってありますね。なんかそうですね、そんじょそこらの人があの、ね、今からやろうと思ってもなかなか、そんなに国を渡り歩いてサッカーをやって、そしてまた戻ってきてサッカーをやって現役でってなるとなかなかいないですからね。そうですね、まあ、これまで経験してみたことで、まあ、例えば海外とつなげたりですとか、うん、海外のこととか話させてもらったりですとか、まあ、自分はまだまだ学びながらだなというふうに痛感してるんですけども、なるほど、もっともっと自分を学びながらいろんなことができたらいいなと思ってます。芝さんにそれ言われるとうちらもあまだまだ学ばなきゃいけないなって学びしかない、ね、あれ、うん、ね、でもね本当にね、この前もいろいろ話聞いてましたけど、今でもそれからもなんか学び続けて、いろんな人たちにねその経験であったりとか学んだことを伝えていくっていう、それをどうするかっていうのはちょっとこれから気になりますよね。そうです ね, ね、まあでもこれからもいい題材ができたな。いや、これからしっかりね柴さんをこう見守っていけたらと思うんで、またぜひ ねこう我々も成長して、成長した姿でまたこういうインタビューできたらいいなと。そうですね、なんか一緒にできたらいいですね、はい、本当 ね頑張ろう。頑張ります。長友4年後も頑張ります。そこじゃないから長友だったの今まで、ね、はい、そうね、はい、それでは今日のゲストは、はい、篠村直哉さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。